は大石明子議員、収支報告書の訂正で裏金議員、疑惑を否定。令和新選組の共同代表である大石明子衆院議員が自身の政治資金収支報告書の訂正に関して説明を行い、裏金議員ではないと強調しました。大石議員は自身の SNS で2022年度の収支報告書に関する訂正願いの画像を公開。当初の報告書に記載漏れがあり、約2ヶ月後に自ら訂正を申告したと説明しました。訂正により年間収入額が約1994万円から約2445万円に修正され、約450万円の差額が生じました。大石議員は記載漏れについて謝罪し、当時の収支報告書作成時にダブルチェック体制が整っていなかったことが原因だと述べました。この件に関連して自民党の杉田水脈衆院議員が不記載、裏金という認識について疑問を呈しました。これに対し大石議員は、裏金の定義は単なる不記載ではなく、自民党の派閥から議員個人が違法にもらい受けた汚れた金であると反論しました。大石議員は自身の場合は単なる記載ミスであり、誰かの指示で意図的に隠蔽したわけではないと主張。一方で自民党議員の中には派閥の指示に従って記載しなかったケースがあると指摘し、両者の違いを強調しました。ネットの反応。いい裏金と悪い裏金があるのですか、見分けることができるのですか。本当は1290万円だとか。裏金議員でしょう、誰がどう見ても。甘いどころじゃないんだよな。他人に厳しく自分に甘い、人として信用できない。自分はミスで他人は恋、とんでもない議員ですね。これ叩かれてるとか言ってるけど、叩いてるのは自分自身みたいなもんなんだよね。裏金発覚、450万円、830万円、10万円と計1290万円。こんなでかい金額不記載。自分と身内に甘く与党に厳しい野党とマスゴミ、それだけだ。1年で1280万円、複数年ではいくらになるの。万引きしたのではなくレジで支払うのを忘れたってやつ、笑い。他人には超絶厳しく、てめえには超絶甘い。裏金以外の何でもない。令和の常識は一般の非常識。言い訳は認めないはずなのに。ゴールポストを動かすということの恒例ですね。皆さんはよく見ておくように。へりくつこねた言い訳三昧始まった。甘すぎて私腹が増えそう。極左の連中は自分たちは常に正義なのでしょうね。さすがブーメラン好きなんですね。左巻き特有のダブスタブーメラン。笑ってごまかす自分の失敗、厳しく罵る他人の失敗。言い訳が苦しい。何を言っても印象は悪いままです。1280万じゃなかったっけ、あれれ、おかしいぞ。理由はいかあれ、こちらから見たら答えは同じ。